愛しい、愛しいのだ。僕は紬に恋をしてしまったのだ。紬の何もかもが愛しくてたまらないのだ。でも僕はキモくて無職のおじさんだから、世界で一番かわいい紬とはすり合わないのだ。つらいのだ。はわわ。気がついたら前にこっそり後をつけて特定していた紬の部屋の前に来ていたのだ。紬、愛しいのだ、愛しいのだ。ああ、そこもっと強めにしていいよ。気持ちいい。ここ好きだよな紬。ぬるぬるでコリコリしてる。わわわ。ドアの向こうから紬と若い男の性的な声が聞こえるのだ。ああ、最高。好きだよ。マジで最高。気持ちいい。ここも舐めてやるよ。ペロペロレロレロ。ズボ。はう。紬には彼氏がいたのだ。そして若い恋人同士が性欲を満たし合うことは健全で自然なことなのだ。わかっていたけど、僕のような中年童貞と紬では生きている世界が全然違うのだ。はう。切ないのだ。涙が出るのだ。紬、紬。ねえ、そろそろ今日も最初は後ろからがいいな。ああ、俺もお前の尻を見ながらやるのすっげえ好きだよ。ああ、すごい幸せだよ。